ポケモンジェット、ポケモンジェットとは、ポケットモンスターのキャラクターが描かれた、全日本空輸の旅客機。ANA では1993年に登場した、マリンジャンボ、1995年末に登場した、ボーイング777から200の垂直尾翼、777、1996年冬季と1997年冬季に登場した、スヌーピー号ー、 1998年春に登場したエアバス A321 の日本の風景に続く特別塗装であるが、ポケモンブームの象徴として、マスコミなどで注目を集めた。ポケモンジャンボとも呼ばれる。ボーイング747から400、ボーイング777から300、ボーイング767から3 0に、ペイントされ、東京、大阪から札幌、 福岡、那覇など国内幹線を中心に運行する。かつては就航予定が ANA の公式サイトや時刻表に掲載されていたが、2012年現在では夏季を中心に不定期に公表されていた。2016年4月15日をもって ANA におけるポケモンジェットの運用は全て終了した。同日、最後のポケモンジェットとなったピースジェットは、 塗装を終了する予定だった。しかしながら、同年4月14日に発生した熊本地震の影響により、機材不足を懸念し、ピースジェットを急遽継続運用することとなった。座席カバーやカーテンにはピカチュウなどのポケモンキャラクターが描かれている。また、客室乗務員が着用するエプロニア飲み物が供されるカップも対象期限定のポケモン模様で登場記念に、 期待イメージ入りエハガキがもらえていた。期間限定で ANA の登場券の半券2枚で応募できるポケモンジェット就航記念オリジナルゴールデンボーディングパスや ANA の機体が描かれた空を飛ぶピカチュウのポケモカードがプレゼントされるキャンペーンも実施された。歴代のポケモンジェットはすべて大阪国際空港。 イタミ空港内の全日空整備株式会社で塗装作業が行われた。ポケモンジェットで最も多くペイントされているポケモンキャラクターは前期に描かれたピカチュウ。2番目は1998ピカチュウ。お花の3期に描かれたミュウである。また、エンジンには必ずモンスターボールがペイントされている。劇場版ポケットモンスター、ミュウツーの逆襲。 ピカチュウの夏休みの公開に合わせて1998年6月に就航。ピカチュウ、不思議だね、ミュウなど人気があり、馴染みの深いキャラクターが描かれた。翌年にポケモンジェット1999が登場したことによってポケモンジェット1998と呼ばれるようになった。使用機材は747から481。 D の JA8965 と767から381の JA8569、あとに767から381の JA8578 が加わり、計算機が国内線で運行された。順次通常塗装に戻され、2008年現在は、全機運行終了。1999年2月24日の東京。 成田ニューヨーク間で国際線に初就航。機体側面の社名表記が全日空ではなく英語表記のオール日本エアウェイズで垂直尾翼が通常塗装 a n a ロゴである点が初代のポケモンジェットと異なる。唯一の国際専用ポケモンジェットである。使用機材は747から481の J89622006 年5月に通常を塗装に戻されて運行終了。この再塗装作業は伊丹空港内の全日空整備で施行されたが、この時点ですでに同空港では運行規制により3.4機の乗り入れが禁止となっており、禁止後に初めて飛来した48機となった。通常を塗装に戻された後は成田パリ線で運行されていた。 その後、2011年1月25日に ANA の機体としては登録抹消となった。1999年6月21日の大阪、伊丹東京、羽田館で初就航。かつてのマリンジャンボと同様に絵柄は、日本全国の子供たちから一般公募され、海のポケモンにも空の景色を見せてあげたいとするデザインが当選し、 マリルやラプラスなど海のポケモンを中心に描かれた。使用機材は747から481、D の JA8964、後に767から381の JA8288、JA8357 が加わり、計算機が国内線で運行された。二千一年二月に j a 百五十七が、 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン広告塗装、ウッディエットに塗り替えられ、2006年2月には JA8964 が、通常を塗装に戻された。JA8288 は2007年5月20日を、もって、運行を終了、通常を塗装に戻された。なお、747から 400D である JA8964。 は、伊丹空港のリーレ制前に再塗装が行われた、最後の特別塗装4発起である。また、同期は、九州、沖縄サミットで、河野洋平外務大臣のチャーター機に充当されている、本人希望かどうかは不明。なお、JA8964 は2011年11月に、ANA の機体としては登録抹消となった。2004年5月24日の大阪。 伊丹東京、羽田館で初就航。黄色いベースに2004年までの歴代ポケモン映画のメインとなるポケモンがペイントされた。また、那覇空港ではピカチュウジャンボを記念した黄色いトーイングカーがある。使用機材は1997年から2002年までウィングレットを装着して国際線で使用されていた747から481。 D の JA8957。2006年3月31日、伊丹空港発着便では、すべての4発機イコールボーイング747から400の優勝運用最終日であったが、ANA 便では最後の4発機、羽田行38便として使用された。2013年9月30日、羽田沖縄線、ANA127。 126を最後に優勝飛行を終えた。2004年12月5日に、羽田空港第二旅客ターミナル開業記念キャンペーンの遊覧飛行で初就航。一般公募により、綺麗花、ポッポッコ、ロゼリアといった花にちなんだポケモンが描かれている。使用機材は747から481。 D の JA8956、2012年11月30日、NH124 便で定期便としてのラストフライトを行い、運用から外れた。2011年7月18日に就航した、ピカチュウの他ミジュマル、ビクティニなど、一種地方のポケモンがピースサインをしたイラストが描かれている。当初は3種類のデザインの中から、 一般公募で選ばれる予定だったが、同年3月11日に発生した東日本大震災を受けて投票が中止になった。使用機材は777から381の JA754A で777型機に初めてポケモン塗装が施された。なお就航にあたっては心を一つに頑張ろう日本のメッセージも入れられているが、 これまでのポケモンジェットに入れられていたスターアライアンスのロゴマークは入れられていない。総発機であり、伊丹空港の運航規制に抵触しないため、ポケモンジェットとして約5年ぶりに伊丹空港へ旅客便として就航した。2016年4月15日、営業運航を終了し、通常を塗装に戻される予定だった。しかしながら、4月14日に発生した。 熊本自身の影響により当初は不定期路線に投入するとのことになったが、塗装変更は予定通りとなった。なお、2016年現在で ANA で運行されていた唯一のポケモン特別塗装機であったが、最後のポケモンジェットとなった。ポケモンジェットジェットでゲットだ2000キャンペーンで、ANA の副操縦士5人によるバンドトーリップの曲、コントレールが、 CF ソングになっていた。日本航空による類似のアニメタイアップ機、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。